安心してくださいたくさんいいことを待ってるよクッシュ皆さんこんにちは加藤です今回はですねあのヒカキンが24時間テレビをディスったせいでですねテレビ業界から永久追放された件についてお話ししたいなと思いますおいヒカキンちょっと来いバカやろお前やべえなお前やっちまったなお前マジでなもうお前テレビ出れねえぞお前な 8年前によ、24時間テレビつまんねえとか、なあ、言ってたやつがよ、なんでお前今24時間テレビ出てんだよ、バカ野郎。なあ言ってることとやってることが全然違うじゃないか、バカ野郎。なあお前もう常識の範囲で言えばもうテレビに出れねえよ。なあテレビってのは厳しい世界だからよ、お前みたいなやべえやつ出れねえんだよ。なあだけどよ、俺はお前のそういうアナーキーなところ嫌いじゃねえよ。なあまあ、この前もさ、マスオに、 ゲロとウンコを食わせるドッキリやってたじゃんお前なお前マスオにゲロとウンコ食わせたいと思ってたんだろずっとなお前のそういうさヤバいところ俺嫌いじゃないんだよだからよ多分 YouTube もあのチャンネル版になるだろうしテレビも出られなくなると思うけどおそらくね証拠はないけど多分そうなると思うんだけどまた一からやり直せばいいよな俺はお前のこと応援してやるから頑張れよはい今回は以上ですクしショ